イスモンスターアイスモンスター、こんばんは、ファンクです。今日はね、明治神宮前のね、あの駅前にあるねアイスモンスターへ訪れました。ここはね、今日ねハロウィンのイベントやっててね、なんとねマンゴーかき氷がねいつもの2倍でね注文することができます。ただね、条件が仮装をねした人のみね、あのマンゴーかき氷2倍にねすることができます。それなんでね、今日ねみんなでね集まって食べてきました。一番ね左がねジャスです。一応コンセプトは塗り壁です。店内はねハロウィン仕様でね、ちょっとなんかごちゃごちゃしてる。でね、一緒にねあの訪れてたね方はね、杏仁豆腐のかき氷をね頼んでました。それでね、みんなはねもちろんマンゴーかき氷のねマックスモンスターマンゴーかき氷をね注文しました。ではなんとね600からね 700g ぐらいあるらしいよ。いやもうねすごい。もうこんもりしてる。このねモンスターかき氷をね作るマシンがね一つしかないんだって。だからね出てくるまでにねえらく時間がかかってくるんだけどね、せっかくねこれを食べに訪れたんでね全員我慢しました。それでね、あの出てくるねあのかき氷によって大きさも形も違う、だからねすごく大きいやつをねチャレンジさせていただきました。それでね、今夜はねちょっとね忙しいんでね巻きでよろしくお願いいたします。それでね、量的にはそんなね大したことないんだけど、もうとにかくね甘くてねもうダメ。もうこれはね女子の食べ物ですよ。もう男にはねきつい。Twitter とね Facebook ではねもうね話したんだけど、ここね5日ねダイエット頑張ってね7キロね落としたのよ。でもねもう昨日とあと今日もうめっちゃ食ってね、またね、ブクブクきた。まあ、太ったり痩せたりの繰り返しですよ。だからね、顎周りはね、見ないであげてください。でもまだね、今日で1キロぐらいしかまた増えてないよ。6キロ。でね、残りね、あと8キロぐらいね、頑張って痩せたいと思います。大丈夫かしら。みんなね、できたらね、応援してあげてください。それでね、次回のね、動画はね、今日ね、あの神保町のカレーワングランプリ行ってきたのね、その模様をね、紹介したいと思います。いろんなね、カレーを食べたんでね、皆さんにね、それをね、お伝えしようかなと思っております。それでね、あの3日はね、ビール祭り、もう最近ね、イベント続きです。これでね、なんとかね、あの仕事のね、ストレスを軽減したいとね、ファンクちゃん思っております。もしよろしかったらね、皆さんその動画ね、見ていただけたらと思います。いやー、また太るな。いや、結果が出ちゃったじゃない。いや、大丈夫。あのね、そのね、イベント以外はね、もう質素な生活をね、しようかと思っております。もうね、僧侶のね、ようなね、生活しようと思っておりますよ。ビルマのね、立て事ですよ。中井禁止ですよ。坊主にしようかしら。ね、髪の分もね、少しね、あの減ればね、まあ、数ミリは痩せ、いや、そんなね、ぬるいダイエットはしません。ちゃんと運動しますよ。だからね、皆さんね、よろしくね、応援しておいてください。次回ね、あの、普段ね、どんな食事ね、食べてるかっていうね、動画もあげたいと思います。いや、もう昨日からいっぱい飲んでるわ、酒。いや、もうちょっとね、酒疲れということもありますんでね、少々ね、顎周りはね、勘弁してください。みんなのね、心の中でね、ぼかしを入れといて、顎の部分だけね、よろしくお願いします。でもね、大丈夫。うちのね、会社のね、北さんがね、ダイエットなんか俺今やってんだって言ってたんだけど、で、もう
朝しかね食べないって言ってたんだけどね、お昼ねなんかちょっと外行って帰ってきたらね、口の周りねカレーだらけだったのね。ガキかと思ったよ。それなんでね、北さんよりはねまだねジャスもファンクも頑張ってます。それじゃあね、また次回、ジャニー。